はい、こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはパタゴニアの、ちょっとモデル名はわからないんですけども、アウターになりますね。裏地にこういったボアフリースがついていて、こんな感じのフード一体型のコートなんですが、まあ汚れ具合がひどいですね。お客様も全く洗わずにずっと着続けていたというふうなことなんですが、まあすごいです。全体的な汚れが蓄積されていて、もうそろそろ捨ててしまおうか的なね、お話を されていたんですけども、もう着るだけ着て汚れるだけ汚れて、あとは洗わずに捨ててしまうなんていう風な着方をするにはですね、パタゴニアもったいないと思いますね。かなりね、着込んだ状態であっても、綺麗で清潔な状態に戻してあげたいなという風にすごく思います。裏地についているボアフリースの風合いもですね、相当変わっていまして、もうフリースが潰れていてですね、あったかくないんですというふうにおっしゃってましたが、まあ全然洗わずに着続けていればそれあったかくなくなるだろうなというふうに思いました。素材はですね、ナイロン 100% になっております。でその洗濯表示はパタゴニアなので水洗いになっておりますね。柔軟剤の使用不可というふうな、まあ、全体処理で洗浄力を重視した洗いをしても大丈夫というふうに、私は思っていますし、部分的に染み抜きをするなんていうふうなレベルの汚れ方じゃないので、もうテカテカになっててね、匂いも若干しますしね、これがどれだけ、いい感じに修正できるかというのはちょっと楽しみです。はい、こんな感じでね、全体が汚れています。黒ですから、これ仮にね、もしね、これお色が白とかベージュとかそういったお色であればね、もうとっくにちょっと着られない状態になってるんじゃないかなぐらいの汚れがついてると思います。パタゴニアです。はい、仕上がり見ていただきたいと思います。いやー、綺麗になりましたね。本当にね、全体的に綺麗で清潔な状態になったというふうなことがね、パッと見わかると思いますし、触っていただいてもなんかちょっとね、ベタベタするというか、そのテカテカするというかね、そういった触り心地がさらっとした触り心地になってますし、見ていただいても触っていただいても匂いを嗅いでいただいてもね、もちろん着ていただいても綺麗になったことが分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。お腹のところとか袖のところにあったね、テカテカした汚れがですね、すっきりと綺麗になっていますので、相当な汚れがついていたんだなというふうに思います。またね、中のボアフリースの方もですね、触った感じ、ちょっと見た目はあんま変わらないんですけども、触った感じちょっと柔らかく感じになってまして、暖かくなったんじゃないかなというふうに思います。パタゴニアの非常にメンテナンス性のいいナイロンのコートなんですけども、さすがにね、あれだけ汚れてしまいますと、今回はかなり洗浄力を重視した洗いを何度もさせていただいた次第でございます。もうね、部分的な染み抜きで対応できるレベルではないぐらい全体が汚れてしまうと、全体の洗浄力を上げて何回か繰り返し全体処理をするようになります。ただそのそういった作業をしてもね、何ら問題ないものが多いので、汚れは落としやすいっちゃ落としやすいんですけども、やっぱり機材の負担がかかります、機械力もたくさんかかりますから、こんなに汚れないうちにね、綺麗にしておいた方が明らかにやっぱり、いいんじゃないかなというふうには思いますね。乾燥機、衣類乾燥機はダメですっていうふうに書いてあるものは多くて、でも洗えないですって書いてあるものは少ないのは、乾燥機の使用っていうのはやっぱり生地への負担が高いわけなんですね。で、洗濯物に温風をたっぷりと送り込んでですね、仕上がりはふんわり仕上がるんですが、なので僕も使うんですけど、でも使う時間とかね、温度の設定とか、パワフルであればあるほど高温になってしまうなんていうようなことで言うとですね、やっぱり望ましくない変化が生じてしまう可能性も高いんじゃないかなとは思うんですが、コインランドリーにあるようなガス式の、衣類乾燥機なんていうのは、
10分100円とかね、そういった時間が限られてますし、こんな全然乾かないじゃないかなんていうふうに言われるよりは、一気に高温にしてですね、短時間に乾かしてあげないとクレームが出ちゃうようなものだと思います。でも、そういったね、すごい高温で、乾かしてしまうデメリットというふうなのもやっぱりあるんじゃないかなというふうには思いますね。はい、綺麗になりました。ご利用ありがとうございます。